さあということでね、ここ今京王坂の車内なんですけども、せっかくに今蘇我まで行こうとしてるんで、海浜幕張から先ね、蘇我の区間って揺れる区間がまあまああるんで、まあ、こちらをねちょっと紹介していきたいと思います。まあ、この動画は多分メインチャンネル行きかな。まあとりあえずね、この揺れを紹介します。ちょうど発車しましたね。まあ、発車してねえかとは閉まっただけか。まあ発車するか。まあね、この海浜幕張から蘇我の区間ってね、揺れる区間が個人的には2箇所あって、まあ、この先と稲毛海岸と千葉港の間なんですよ。なのでそちらを紹介します。まあ、釣り川とかこっちのね方の揺れでね、そのどうなるかっていうのを注目しておきたいところですかね。あの一番揺れる区間はあの二俣新町市川塩浜間なんですけども、ここもまあまあ揺れます。じゃあ見ていきましょう。この先ですね。すごいんですよいつも。まあ、今回座ってるからあんまり揺れ感じないんですけども、このなんか走行音変わりましたよね。スラブ軌道っていう砂利レールからコンクリートレールになったんですよ。なのでなんか走行音感高いガタン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 鳴ってるじゃないですか今ナウで。この家ね、音になってからなんか揺れが激しくなるんですよ。なんでか知らんけど、京葉線ってこの市川塩浜から蘇我の間ってスラブ軌道多くなるじゃないですか。よくわかんないんですけども、この砂利なしレールっていうの、このコンクリート素材でできたこの基板の上にレールがある感じなんですけども、これがすごい揺れます。あ、なんか独特な走行音ですよね。ほら分かるでしょ、これレールの真ん中は砂利ないんですよ。ま、線路の周りに砂利があって、これ音をね、あの防ぐためにこの砂利が敷かれているんですけども、本当に砂利がなくてただのコンクリの部分も京王線では多数あります。ただこの辺はね、ご覧の通りマンションとかね、団地とかいっぱいあるんで砂利が多くなっております。だからもともとはこの砂利がなかったんですけども、結構ね京王線ね開発が進まってね、あのいろんなものが立っちゃったんで、この騒音防止の砂利があります。ほら駅には何もないんですよ。ちょうど稲毛海岸ですね。こっから先が結構揺れがねすごくなりますので、この辺に注目かな。だから海浜幕張発車後よりも揺れます。ご覧の通りね、この上のね貨物船とこの分岐するあたりでめちゃくちゃ揺れがなんか激しくなりますね。
あ、スラブ軌道とこのポイント分岐のところだからこんな揺れるのかね。まあ今でもまあまあ揺れてるんですけど、まあこれは別にまあいいでしょう。でもさっきの揺れはすごかったね。貫通扉とかもなんかね、編成によってはバタンバタンになる場合もありますからね。まあ結構ここも個人的には京葉線の結構揺れる区間なのかなと思います。そろそろまたね合流するんですよ。ここも揺れるね、若干。こんな感じで、あ、まだ揺れてるね。まあいいや、ということで、千葉湊です。まあ、これね、本当は別の撮影、メインチャンネルのね、別の撮影でね、これ撮影のために移動してるんですよ。たまたまこの人が全然いなかったんで撮影しているだけです。ていうかこれ最初メインチャンネル用であげようかなとか言ってたんですけど、これサブチャンネルにしようかね。緩い感じだしね。メインチャンネルこれあげてもなと思って。まあ、サブチャンネルらしくゆるく撮っちゃったんで、なんかやっぱりメインチャンネルじゃなくてサブチャンネルであげます。ということで、ケヨユウキでした。